った時電話するわ。悲しくなった時あなたの前で泣きべそう。嬉しくなった時一番に自慢するの。楽しい時はもちろんあなたと一緒ね。もう初めて会った時ピンときたの。あなたに会った時これだってそう思ったの。海をハサミで切ってラブレター書こうかな。今一番の恋人世界中の二人なんて私たちに叶う人はきっといないね。あなたといるとね初めて起きて体の中からワクワク生まれるの。きっとできるよって背中叩かれたら超能力だって間違いなしだ。